DB-113 型機関車は2つの、ボギーそれぞれに2つの駆動輪を持つ1905年に製造された最初の魔法 FC2X2-2 に単装 AC 機関車は、ボギー機関車である。BLSI4-4 は、4軸ボギー機関車の先駆けとなり、第二次世界大戦後にヨーロッパで人気を博した。ボギー機関車は、シャーシが2つ以上のボギーで構成され、 ホイールセットが格納されている機関車である。車輪がメインフレームに直接取り付けられている機関車はフレーム機関車と呼ばれる。ボギーを備えた蒸気機関車は関節式機関車と呼ばれる。フレーム機関車からボギー機関車への中間段階に関節式機関車のように構築されたマルチパート機関車がある。そのような機関車の最もよく知られているデザインは クロコダイル機関車である。これらの中間形態では、シャーシは依然としてフレーム機関車のように構成されており、引っ張り力と衝撃力を完全に吸収する必要があるが、すでにいくつかの部分で中央部分を介して間接式に相互に接続されている。今日製造されているほとんどのボギー機関車では、縦方向の力は車体のみを通過するため、 牽引装置と押し装置は、ボギーではなく機関車の車体に取り付けられている。ただし、1960年代までは、ドイツの E44、オーストリアの1245、スイスの BE4、4、RHBGE4、4I、RHBGE6、6 2など、牽引装置と押し装置が、ボギーに取り付けられた数多くのボギー機関車が、製造されていた。 1950年代以来、電気機関車及びディーゼル機関車は通常重輪のないボギー機関車として製造される。フレームに取り付けられたボギーが回転可能なので、より長い車両の優れたコーナリングが可能になる。フレーム、疎壁、二つのエンドドライバースタンドが一体として、車体を形成する。特に入れ替え兼用のディーゼル機関車はミッドキャブで製造されている。 現代のボギー機関車には様々なタイプがある。初期の電気機関車を製造するとき、設計者は技術的な解決策を探し、非常に異なる設計を開発した。フレームおよび間接式機関車に加えてボギー機関車も設計された。当時は重輪が一般的であった。これは電気機器の重量が大きく、車両をカーブで安全に案内するためである。 初期の頃は、高出力のエンジンは大きく、今日のように台車に完全に収めることはできず、機械室にはみ出していた。また、ほとんどの場合、各軸にモーターは取り付けられず、b l s チェロ6 6と同様に、一つのモーターで、ロットド,ドライブを介して、ボギーフレーム内のすべての車軸を駆動した。当時、一軸駆動の仕様は、まだ性能の劣る。 鉄道車両に限定されていた。やがて重量が軽くなり、1927年には、中性能範囲で一軸駆動の最初のボギー機関車で、ある BB1170 を建造することができた。軽金属構造を使用した自立型溶接ボックスのおかげで、最初の SBBM4、4ディーゼル電気ボギー機関車が、第二次世界大戦の直前に稼働した。 電気機関車のさらなる発展は、1944年に BLSI-4、4に至った。これは、上級クラスの重輪のない最初の4軸、ボギー機関車である。このコンセプトに従って製造された機関車は、戦後ヨーロッパで最も普及する機関車となった。アンリシャウィキペティア、在店ブリティッシュレールクラス28運動ジュニアクラスで、 10、ボルフ・ガング・バウム・ガルトナー、ディーゼル・トライブ・ファール・テジア・バイデン・ SBB、イン、シュバイツ・アイゼンバーン・レビュー、9、1994、ミニ・レックス、AG ・エジ、一瞬1022から7113、S398-409 ハンス、ピーター・バー・ツチ、エレクトラー・ラ・コモッタ・ブン・アオス・シュバイツ・ア・ファブリカン、イン、バー・キシャス・デア・シュバイズ、コラ、ストローム・ウント・シーナン、 ダイアイゼンバーンローバートダイシュバイツバーラグ NZZ チューリヒ 1998ISBN3 から 858237159S284 ありがとうございます。